今日もっともっとさんの買ってきました、ジバニャン弁当、イエーイ花咲パッカーン、うえー、かわいいですね。なんかシートがちょっとついてますけど、あら、かわいい。これに海苔を書いていきたいと思います、イエーイ。もっともっともっとちゃうでーって、あの、ほっともっとやでーって、誰か突っ込んだって。あ、これさっきついてたこの海苔をこの型にはめてやるそうです。ちょっとやってみますね。こういう感じですね。こうやって口をこう型に取って、あれ、ちょっとなかなかちょっとうまいこといけませんね。私結構この類得意なはずなんですけどね、ちょっとあら。ちょっと撮影しながらなので、ちょっとあの、うまくちょっとできないですけど。いや。これちょっと CM で見てちょっとやりたかったんですよね。おー、ジバニャン。ちゃんと撮れてるかな。あ、なんか、なんかすごいことになっちゃったけど。イエーイ。こんな感じですね、海苔が仕上がる。あら、かわいいですね、ジバニャンさん。で、これ箸がついてなかったんですけど、これちょっと。ちょっと箸がついてなかったので、あの、手づかみでいただきますね。いただきます。これ唐揚げですね。うまっ。まさかの箸ついてないパターンですね。インド人にはなるしかないんですけど。乾杯でーす。これあのセブンイレブンさんの限定のあれだそうです、ストロングの氷結サワーレモン。人工甘味料、糖類、プリン体、トリプルゼロですね。ゼロゼロゼロって書いてますね。あれ、ちょっと光が、あ、この辺ですね。うまし。ちょっとまさかのあれなんですけど、すいません、手づかみで、たまげ。うまこの目玉もちょっといってみますね。目玉も、かまぼこみたいな感じですね。ちょっと口はちょっと失敗しましたけど、でもこのポテサラとかもこれごとちょっといきますね。これごとワイルドにいただきます。まさかのちょっと米食いたかったみたいな。米ちょっとこれでちょっとチャレンジしてみますね。ちょっと米をこれでつかみながら。もっともっとさん、ちょっと箸ついてませんよみたいなね。うまいっすね。これ何ですかね、唐揚げ。これあの、ハンバーグと唐揚げとあったんですけど、2種類。あの、唐揚げ弁当にしましたね。ハンバーグと唐揚げ。これも多分唐揚げっぽいんですけど、ちょっとこの、ケチャップかかってるあたり。これもちょっといただきますね。唐揚げですね、多分これも。箸がないんですよ、これで。さすがに手づかみは、あれ、ちょっと海苔もつけて。生き延びるって大変ですね。甘いですね。これちょっとタコさんウインナー発見しましたね、これ。タコさんウインナー入ってました、これ。まあ、普通のタコさんウインナーですね。
ちょっと待ってよですよね。大黒摩季さんじゃないですけど、あの橋がないとかちょっと待ってよ、まさかの。もうこれでじゃあどっぷりちょっと慣れてきましたねこれに。うまっ。なんかステッカーみたいななんかついてきたんですこれ。くじそういえば当たったんですけど、開けてみたんですけどこれ当たりましたね。不気味なサキちゃんだそうです。黒いマスクと翼が印象的なダークヒロイン、サクちゃんは無類の天ぷら好きらしいわそうです。うん、面白いね。不気味のこれですね。うん、どちらかわかんない。私あのオッタムゲーターが一番好きなんですけどね。うん、妖怪ウォッチのあのキャラクターで言ったらオッタムゲーターが一番好きなんですけど、この方はちょっとご存知で、これなんか温めるとどうのこうのってついてるんですけど、こうさっきあの待ち時間の時にこう温めてたんですよ。温めててもなんか全然これ全然反応しなかったですね。私の手冷たいのかもしれないですね。ちょっと私の指冷たいのかもしれないですけど全然反応しませんでしたけど、無類の天ぷら好きさんのステッカーが当たりました。ということでこれなんですかね、今度じゃがいもいただきます。うん、まあ、フライドポテト感覚ですね。うん、うまっ、おいしい。またこれでじゃあ掴んで、いやこんな食べ方してる人いるんですかねマジ。うん、まさかの箸なしだったんで、うん、やられましたね。もっともっとにやられた。あ、これもすっきりとしてて美味しいですね。サワーレモン、うん、セブンイレブンさん限定だそうです。お、ジバニャンのかけらがもうないですね。うん、私のがもう3人だ。うん、もうここまで来たらもうインドスタイルで手で食べてええちゃうかって感じですけどね。うん、ジバニャン甘いです。スパゲッティの麺みたいなのも入ってますね。ちょっとこのままいきますね。じゃあゲッティ、あの腹立ってきたんで、もうこれでカサッとこれいっちゃいますね。この大きいのでアルミで、うん、箸つけろやーってことで、うん、もうごっそりもいっちゃいます。もうもっともっとさん箸つけてね。めっちゃ行儀悪くてすいませんみたいな。箸がついてなかったんですよ。寒いっす。もう後ろ見えます？雪なんですけどこれ。めっちゃ寒空の元でのジバニャン弁当ですね。ジバニャン完食が、箸があったらちょっともうちょっとあの味わって美味しく食べれたかなっていう感じですね。ジバニャン、よいしょ。最後にこの唐揚げってついてる。はい、イエーイ、曲がったですね。
ごちそうさまでした。感謝。やった。